こうやってずっと見ていかないと見たい情報に到達できない。例えば学校で流行ってるからって言ってそんな見たくもないような動画を倍速で見て皆様をバカにするだけのツールになってしまうので。まゆさん37歳男性、動画系のサブスクや無料で読める漫画サイトよりレンタルショップなどを使った方が脳に対して能動的なのでしょうか。またサブスク系のサービスはどのように利用するのがおすすめですか。基本的に私が最近お伝えしているのは7つの武器の中でもスマホというものがものすごく悪いですよってことを書いてあるんだけども、私毎日パソコン10時間ぐらいやってると思うけど別にそんなに疲れないしメンタルにも悪くないと思うんですけども、私だから逆に言うとスマホだと疲れすぎちゃうからそんなに何時間も使うってこと不可能なんですよね。どう見ても2時間を超える日はそう滅多にないですよね。だから今そういう工学系の人も研究してるんだけど、こういうスマホのような小さいものをこうやって集中して見るから脳が疲れる。さらにこうやって皆さんが見たい情報に到達するまでずっとこう縦長で情報が入ってるわけですから、こうやってずっと見ていかないと見たい情報に到達できない。そしたら見たくもないものをずっとこれは自分の情報じゃない情報じゃない情報じゃないってことをずっとやり続けてあったっていうところになるんで、パソコンだと横のところにバーってなってるからパチッってやれば1秒でいけることをスマホ何秒も脳の負荷をかけながらやらなきゃいけない。そういったもので小さい画面で見るということが良くないのではないかということを私も思うし、実際そういう研究も出てるし、大きく見るといいんじゃないのっていうことを言ってます最近ね。だから子供にスマホを与えるか与えないかっていう議論もあるけど、パソコンっていうのが一番いいと思いますけどね。子供に与えるとしたらパソコンを与えるといいと思いますけど、そういうサブスクとの付き合い方ね。私とかだとでも今ディズニープラス解約しましたけども見たいやつがあれば契約してみるし、だいたい一通り見終わったら解約しますけどね。カパサさんは金持ちだから解約しなくてもいいじゃないですかっていうそういうツッコミも入りそうなんだけど、3ヶ月で1回も見てなかったらそれはもったいないじゃん。やっぱりだから解約すればいいし、見たければ復活すればいいしねっていう形のがカパサ流のサブスクの使い方ですかね。アマゾンプライムはまあ解約しないから早く届くサービスがあるからね。ネットフリックスなんかずっと見てますね。私なんかね登録してますね。あと読み放題サービスとかですか。皆様にそういう映画でもいいし電子書籍でも漫画でもいいんだけど、見たくもないものを見るのやめましょう。まずどうしても見たいものだけを見てほしいなというふうに思うんですね。皆さんの時間っていうのは有限だし、脳のキャパシティっていうかな、脳のエネルギーっていうのも有限なので、関係ないものをなんとなく見てたら脳が疲れるだけですし、皆様の人生の無駄遣いなんですよ。だからいやこれ大好きなんだよねとかね、例えば私怪獣8号とか最近凝ってますけども、怪獣8号とかダンジョン飯とかね、あと鬼滅の刃も新しい柱稽古編ですか始まって見たりしてますけども、どうしても見たいやつを見たらいいんですよ。だけど見たくもないものを見るのはやめましょう。例えば学校で流行ってるからって言ってみんなの話題についていくためだけにそれを見るっていうのはどうなの？っていう風に思うけどね。そのためだけに見たくもない、見たいならいいんですよ別にね。見たいなら見ればいいんだけど、見たくもないのになんかみんながドラマで盛り上がってるから見ないといけないっていうと義務になってストレスになっちゃいますからね。だからエンターテイメントなわけですからね、楽しみながらストレスフリーで使えるのであればいいんだけども、そうじゃない人が多いわけですね今ね。そうやってみんなが見てるから見なきゃいけないみたいな人がいたりね、今流行ってるから一応見とこうかみたいなね。どうしても見たいやつを見ればいいんですよ。どうしても見たいやつね。だからまあ私の場合だとドラマだと第1話だけ見てやめるっていうのは結構多いですね。ほとんどのやつ第1話は見ますね。まずねなんか流行ってるっていうか、ネットフリックスの第10位ぐらいまで入ってるやつはとりあえずドラマとかだとね第1話だけ見てね、あこれは合わないなとかねやりますけども、だから皆様の時間の質を上げたらいいと思うんですね。1日例えば遊ぶ時間とか自由な時間が2時間あったとしたら、その2時間をより楽しいものに置き換えていくと皆様の人生の質っていうか人生の楽しさっていうのはすごくアップすると思うんだけど、そんな見たくもないような動画を倍速で見て時間の無駄でしかないわけですよ。そんなのは友達となんかちょっと話を合わせるためだけにそれを見るって言ったら、ちょっと私それあんま関心ないんだよねって言えば一言いいだけの話なんで、見たくもないものをわざわざ見て友達と合わせて実に表面的な関係を取り繕うっていうのが真の友情なのだろうかっていうような、そんなこともこのナースの時にね提案してるけども、皆様が本当に楽しいと思うような漫画を読んで、皆様が本当に楽しいと思うようなアニメを見て、皆様が本当に見たいと思うドラマを見るっていうのがいいと思います。なんとなく見てしまうとか、なんとなく惰性で見てしまう、あと TikTok とかショート動画に多いですけど、とにかく見たくもないのにずっと1時間見ちゃったとか、そういうのを減らしてほしいですね。そうしないと脳が疲れてしまう。脳が疲れるとどうなるか、前頭前野の機能が下がってきて、毎日のように疲れてるとそれは脳疲労が起こってきて鬱になるし、記憶力も集中力も下がってきて仕事のパフォーマンスも下がる、アクセスさんだと勉強の成績も下がる。それをずっと長期に続けていくとそれが固定化していく、逆に言うとバカになる。スマホを使うとバカになるってことですね使いすぎるとですね。なので本当に楽しい活動に限定的に使っていくと、皆様の毎日を楽しくするようなツールにもなるし、意味もなくなんかずっと見続けてるだけの脳を
を疲れさせるためだけのツールとして使っていくと、皆様をバカにするだけのツールになってしまうので、スマホやインターネットというものは上手にですね、楽しみながら幸せになるために使うべきであり、漫然となんとなく、あるいは中毒的に、あるいは見たくもないのに、あるいは深夜まで、あるいは睡眠時間を削ってまでなると、これ依存症の領域に入ってくる。もう脳を疲労する、脳疲労が進んでいく、脳細胞の発達を止める可能性があるわけですね。10代の場合はね、10代の人がスマホ長時間使用して夜更かしして寝不足になると、神経の細胞が死ぬ可能性すらあるわけです。なんで上手に使いすぎずに楽しみながら、1日3時間ですね、小林さんの7つの武器では2時間以下が健康、3時間以下でとどめましょう、スマホの利用ですね、とどめましょうということを提案してますので、そのぐらいの時間で楽しみながら使っていただけると、サブスクでも漫画でも動画でも電子書籍でもいいんですけども、楽しみながら限定的に健康に楽しんでほしいなと思います。スマホを使いすぎるとかなりやばい。アザラシさん、15歳男性、高校3年生の姉がいます。受験生であるのに朝の3時までスマホを見ています。何もかもやりっぱなしで部屋も汚く何もしません。またすぐに理不尽に怒り出します。彼女は精神疾患を持っているのでしょうか。結論から言いますと、持ってますね。どういう精神疾患かというと、スマホ依存症という形になってまいりますね。スマホを使いすぎるとどうなるかっていうと、依存症になりますね。依存症って何かっていうと、アルコール依存症とか薬物依存症とかって言葉は聞いたことあると思うんだけど、お酒を毎日飲んでたらお酒がやめられなくなってきて、どん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 飲酒量が増えてきて、体が壊したり、あるいは気分が落ち込んだり、あるいはイライラしたり、お酒がないと怒り出したりするような状態になる。これがアルコール依存症ですね。あるいは薬物中毒、これも本当恐ろしいですけども、そういう危険な薬物を摂取したり、あるいは覚醒剤などの注射したりすると、これやめられなくなりますので、最終的に廃人のような状態になるね。脳細胞は破壊されて、脳が萎縮して、20代なのに80代のアルツハイマー病と同じような脳の状態になって、社会生活も不可能になり、廃人として精神病院に一生収容されている方も少なくないですね。私が見てきた中でもそういう方がたくさんいらっしゃいますね。薬物依存症、後遺症でね、社会生活が全くできなくなって廃人のようになってしまった方もいらっしゃいますね。さて、スマホ依存症、このスマホというものを何時間以上使ったり依存症かっていうのを、それは一概には言えないんだけど、5、6時間以上使ってる人はもう依存症でしょうね。これどう見てもね、依存症かどうかっていうのは、その時間もあるんだけど、あと自分でコントロールできない状態であり、社会生活に支障をきたす、これが一つの依存症の重要な定義ですね。つまり今受験生なのに全く勉強しないでずっとスマホをしてますよってことになると、学生は学校に行ったり勉強するっていうのが一つの仕事なわけですから、そこに支障をきたしてますので、限りなくスマホ依存症ではないかと思われますね。もう3時まで毎日スマホをしてるっていうことなんで、睡眠時間も普通にもし学校行ってるとしたら4時間ぐらいしか睡眠取れてないと思うんで、もう睡眠不足ですよね。そのまま行くと体壊しますよね。もう壊してるのかもしれないですけど、という形で毎日の時間も制限なく、制限時間をつけてると依存症というのはならないんですけども、その制限をまず破るようになり、際限なくやり続けるようになってくると、限りなくもう依存症ですね。だいたいあと歩きスマホとかしてる人がいるんだけど、だいたい歩きスマホしてる人はもうスマホ依存症か、もしくはその予備軍ですね。だって危ないもん、どう見たって。普通に駅のホームとかでこうやってスマホ見ながら歩いてる人がいますけど、一歩間違ったら落っこちて死にますよね。あるいは誰かと前から来てる人とぶつかったらホームから落ちて死ぬわけだから、非常に危険な状態だけどやめられないわけですね。ってことはもうほぼほぼスマホ依存症という形になって、歩きスマホをしている人の大部分は依存症の予備軍か、ほぼ依存症だろうと私は思ってますけどね。普通にただスマホを長時間やってるだけであれば、別に個人の自由ってあれだけども、人生棒に振る、その人の人生を棒に振るだけなんだけども、長時間スマホをしている人の 10% 以上がもううつ状態ですよと、うつ病ですよという研究がありますね。さらに1日6時間とか本当の長時間スマホをしている人は 20-30% ぐらいがうつですよと、4人か3人に1人ぐらいうつになってますよという、そういうような研究もありますよね。なのでスマホを長時間やればやるほど、うつやメンタル疾患の発病率が何倍にも跳ね上がります。さらに自殺率も何倍にも跳ね上がります。分かりやすく言うと、スマホを長時間やってるとメンタルが病んでですね、最終的に自殺する人もいるというぐらいまでひどい状態になっていくと。会社にも行けない、学校にも行けない、夜中までスマホをただひたすらやり続けて睡眠不足にもなり、学校にも行けない、会社にも行けない、鬱になる、家から出られなくなる、やがて気分も不安定になる、イライラしたり感情のコントロールが効かなくなる、衝動的になる、場合によっては自殺する、自殺未遂するということも十分にありえますね。という形でスマホ依存症、スマホ長時間使うとどうなるかというと、スマホ依存症になり、自分の意思ではスマホをやめられなくなり、鬱になり、家から出られなくなり、学校に行けなくなり、会社に行けなくなり、人生を棒に振り、さらにメン
タル疾患になり、メンタル疾患から治らなくなり、自分をコントロールできなくなり、最終的に自分で命を絶つという最悪のシナリオもあり得るということですね。これがスマホを長時間すると起きることということですね。なので時間を決めてやるべきなんですね。スマホというものは無制限にやると今のような状態になってきますけど、時間決めてやれってどのぐらいなのかっていうのもあるけど、1日2時間ぐらいやってる分には依存症にはならないでしょうね。3時間ぐらいもまあまあだと思うけど、4時間とかを超えてくるともっとやりたくなっちゃうんですよ。依存症って何かっていうと、もっともっとの病気なんですね。さっき言ったお酒アルコール依存症とか分かりやすいんだけど、お酒飲むともっと飲みたいって言って我慢できなくてもっと飲んじゃうんですね。最初は少量なんだけど、どん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 量が増えてくるっていうのがもう依存症の兆候なんですよ。だから逆に言うと、何時間やったら依存症ですかって言いますけど、最初1日2時間だったスマホが3時間になり、3時間が4時間になり、4時間が5時間になってきてる段階でもう依存症なんですよ。それはもっともっとというやりたい衝動が強まっているということなんで、ほぼほぼ依存症なんですね。なんでそのスマホ時間がどんどん伸びてきてるってことが限りなく依存症を疑わせる兆候ですね。だからそこでそれを手放さないといけない形になりますね。どうやればスマホ依存症やめられるのっていう話なんだけど、なかなかやめられないですね。基本的に依存症というものはそう簡単には治らないですね。だからスマホ契約を切ればやめられると思いますけどね。そしたらギャーって叫び出したりですね、暴れたりですね、あるいは勝手にまた自分でスマホのとこに契約しに行ったりとかですね、借金してまでスマホ買ったりとかですね、そういうような逸脱行動っていうのが多分起こってくると思うんだけど、予防する方法としては常にだからスマホを手の届かないところに置くというのが一番いい方法です。だからその高校生の女の子であれば、スマホは今にいる時にやんなさいと、持って行ってはいけませんよと、自分の部屋でやってはいけませんよということになると、ずっと一日中今でスマホをやってるかというとそうもいかないので、制限されるんですね。だから皆様方も、例えば小学生のお子さんや中学生のお子さんをお持ちの方で、あまりスマホをやりすぎて困るって人がいると思うんだけど、スマホはみんながいる時にしかやっちゃいけません。一人でいる時はダメですっていうルールっていうのは一番分かりやすいですね。そうするとね、だからほとんどの人は自分の部屋行ってずーっとやってるわけですよ。それがもうほぼほぼ依存症の始まりということですね。あとすぐ手の届くとこにあるから、スマホとかすぐ見ちゃうわけですね。私とかは別にスマホとかはカバンの奥とかに入ってます。結構電車に乗ってる時とかもカバンの奥とかに入ってるんで見れないんですね。満員電車とか電車の中でこうやって開けて出すわけにもいかないから、本とかをすぐ出せるとこに置いとくと、電車に乗ったらじゃあスマホ見ないで読書でもするかということで、本はすぐ外のポケットに入れといて読書するという形にして、手の届かないとこに置くっていうのが重要ですね。スマホ依存症にならないコツ、あるいはそこから立ち直っていくコツですね。だから部屋の中にスマホが置かれてる状態が24時間あればもう全て皆さん依存症に向かってね動き出していくので、スマホを手放すっていうのは、スマホを自分の半径5メートル以内に置かないっていうのが一つの依存症にしない方法ですけど、依存症の人はとにかくすぐ手の届くとこにないともう不安な状態になってしまうわけですね。なのでそういう状態にもうなってる方は、例えば今言ったように今にスマホを置いて自分の部屋には持ち込まないっていうルールを守れない人はもうほぼ依存症ですね。依存症がどうなるか、さっき言いました、メンタル疾患、メンタルが病むし、スマホに限らないけど、インターネットとかそういう SNS を長時間やればやるほど幸福度というものは下がります。そしてメンタル疾患になる確率も高まります。自殺になる確率も高まる、つまり精神を崩壊させるということがね、いろんな研究で分かってきてまして、最近はスマホが使い始めてからかなりのね年月が経ちますので、科学的なデータっていうのも非常に揃ってきているわけですよ。ある意味恐ろしいですね。スマホ脳っていう、そういうスマホの危険性について書かれたも出てますけど、それなんか読むと、スマホというものが脳を破壊する恐ろしい道具であると。もちろんね、時間決めてね使えば別に恐ろしい道具ではないので、1日2時間3時間分ぐらい使うのは全く問題ないと思いますけど、どん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 増えてしまうと、そういうメンタルを病む、メンタル疾患に陥る、最終的に自殺率も高まる、そして一旦なってしまうとそう簡単に治すことは難しいっていうのが一つのスマホ依存症ですね。ということで、スマホやりすぎないようにしましょうねとかね、電車乗ったらスマホじゃなくて本を読むようにしましょうねとか、そういう風に皆さんにお伝えしてるんですけど、高校生の女子が一番スマホの利用時間が長いんですよ。先ほどの質問された方のお姉さんっていうのがそうだと思うんだけど、6時間とかは超えてスマホを使ってるともうほぼほぼスマホ依存症ですし、スマホばっかりやっちゃうととにかく勉強もしなくなるし、成績も悪化するし、当然受験勉強もしなくなるし、受験も失敗するし、その後仕事もつけないですね。そうなってくるとね、スマホばっかりやってるわけだからやる気もなくなってくるしね。あと引きこもりとかね、あと不登校引きこもりの隠れ原因でしょうね、スマホ依存症、もしくはスマホのやりすぎというものがですね、スマホのやりすぎ
過ぎから鬱が合併して引きこもりや不登校の温床になっているというのがスマホ依存症の恐怖ですね。なので時間を制限して楽しくね使っていただけたらなというふうに思いますので、皆様方もお子さんね、小学生中学生、今小学生ぐらいでもスマホ持ってる人多いと思いますけど、きちんとルールを作ってね、一日何時間までとか、あとさっき言ったように今でしか使っちゃいけませんよとか、そういうきちんとルールを作って何時間もやり続けないようにしないと、ほぼほぼ薬物依存症と同じでやり始めるとやめられないような中毒性を持っているので、きちんとしたルール作りをしながら、時間を制限しながらね、楽しんでいただけたらなと思い、精神科医カバサーショーのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。カバサーの新刊、19歳までに手に入れる7つの武器という本がですね、6月5日に発売されますけど、それより先んじて6月2日にですね、出版セミナーというものを開催します。この19歳までに手に入れる7つの武器というのは、中学生や高校生が生きづらさを感じているし、未来に対して希望を持てない、こんな時代なんで頑張ってもしょうがないでしょうみたいなね、そういう人も多いの中で、いやそうじゃないですと、もっとこう私たちの時代っていうのはテクノロジーも進化してるしね、ものすごい劇的な変化は間違いなく起こってくるんだけど、可能性は無限にありますよと、もっと楽しく生きれますよ、ただそのためにはやっぱりいくつか必要な能力というものがあるんですね。例えばレジリエンスって言って、ストレスをやり過ごす力、ストレスをうまくスルーする力、ストレスをかわすような力、こういったものがないと非常にきついです、現代社会においてですね。会社に勤めてもスルーできないと真に受けてしまうから、メンタルがやられてしまう、メンタル一度やられるとなかなか復活できない、人生を棒に振る可能性もあるんで、社会人出るまでに身につけてほしい7つの能力、生きるために絶対必要な7つの能力を7つの武器というふうに称しまして、一冊の本にまとめました。言い換えるならば生き方の教科書ですね。人生どう生きたらいいんでしょうか。毎日皆様方から質問が30問以上集まります。1ヶ月で1000問以上の質問が集まりますけど、基本的に7つの武器を身につけていれば全て解消できます。だから同じことになっちゃうんですね。7つの武器の一つは例えば整える力っていうふうになるけど、整える力は睡眠、運動、朝散歩なんですね。だから皆さん困ったらちゃんと睡眠とって、せめて朝の散歩や朝の日向ぼっこをするだけで9割方回復しますよね。もし回復しないとしたら、それはもう病気の状態になっているので、病院行った方がいいっていう形になるけど、生活習慣で脳疲労のレベルであれば生活習慣で改善します。そういう風に整える力っていうのは、そういったものを習慣化したり、朝散歩しなさいよって言ってもやらないわけだから、それを習慣化できる力でもあるし、そういったものを若い頃から身につけてほしいなってことで、19歳まで手に入れる7つの武器、7つの武器の7つの武器は整える力、2つ目がレジリエンス、3つ目がコントロール力、スマホなどをやりすぎないっていうね、自分で自制する力、4つ目がつながる力、人とつながる力、オキシトシンを活用する力、5つ目が読解力、6つ目が好奇心、7つ目がアドプト力ですけども、こういったカバサが今まで言ってることと被ってくるんですけども、この7つの力を手に入れてると、人生ものすごく楽に生きられます、ものすごく楽しく生きられます、仕事や社会人になってもものすごくうまくいきます、パフォーマンスも上がります、全てがうまくいく7つの武器を手に入れると。でこの7つの武器ってのは、もちろん10代の人から手に入れていただけると、社会人になった時にめちゃ楽ができるという素晴らしい本なんですけど、生き方の教科書なので、大人の方が読んでいただいても十分に活用できます。なので20代の人、30代の人、40代の人、50代の人、60代の人、70歳以上の人にも読んでほしい。それが7つの武器というカバさんの新刊です。この本はね、10代向けに書かれているんですけども、20代30代40代の人のうまく活用してほしいということで、6月2日の出版セミナーにおいてはですね、子供に限らず大人の人でも7つの武器を活用できるように、本の内容を大幅に増補してお伝えしていきます。なので全ての世代の人に参加してほしいし、10代の人は参加するのが一番効果がありますけど、20代50代70代の人でもめっちゃ効果がある、カバサーノウハウの決定版というふうに言ってもいいでしょうね。これが7つの武器という形になってますので、ぜひですね、一緒に参加して動画でも視聴できますので、見ていただきたいなと思います。会場参加の方はもうすぐ満席になりますので、ご注意ください。はい、お申し込みは備考欄のね URL でご案内しておりますので、6月2日皆さんお会いしましょう。